お疲れ様です人間は感情の生き物なのでコスパを求めるんだったらまあ感情がね楽しく豊かで幸せを感じていれば最もコスパがいいんじゃないかなと思うんですよ、ね、だから何て言いますかねなんか一人キャンプってあるじゃないですかキャンプに行くってコスパ悪いですよね火を起こしたりとか山にわざわざ行ったりとかで片付けで帰ってくるみたいなね で、そこで一泊二日なりね、二泊三日過ごすんだったら、自分家いりゃいいじゃんと思うんですよ。もしくは近くのカプセルホテルとかね。でもそれじゃあ、感情があんまり楽しくないんで、わざわざめんどくさいことをめんどくさい手間をかけながら現場に行ってやることによって、なんかしんないけど、ああ、いい一日を送ったなー、リフレッシュしたなー、ああよかったー、明日から頑張るぞーね。コストはむちゃくちゃいいですね。うん、だから何をするかとか、 効率がいいとか悪いとかではなくって、結局それによって快楽を得たかどうかなのかなと思うんですよ。もちろん、コスパが良くって、5円10円をケチったがゆえにね、やったぞっていう方は、それはそれで正解なんだと思います。例えば、あの、お弁当をね、あの、スーパーのお弁当コーナーに夕方並んで、あもうすぐ半額シール貼ってくれるんだけどなーっていうのをね、30分ぐらいうろろして見るっていうのをね、あの待つっていうのもね、あれも、 あの、弁当が例えばサンキュッパのやつが半額で200円になったら「勝った!」みたいな感じで感情がものすごく高まっていくんですよねでもある人に言わせれば半額シールを貼られる前に買うことによって時間を節約したぞ「勝った!」みたいなね食べたい時に「食べたぞ!」「やった!」みたいなねどっちも幸せになるその道を選んでるのかなって気がしますねだからコスパのいい悪いっていうのはこの感情がうん 豊かに幸せを感じて快楽を得たかっていうところじゃないですかねうんだから最もケチって最も効率よく過ごしたけども結果的に感情はなんか寂しくなっちゃったって言うんだったらコスパは悪いわみたいな感じになるんですよねうんだから大好きな車で移動するのも結局ね20時間かけて現場に行きました大変ですね飛行機だったらすぐなのになんだけども確かに飛行機で行ったらすぐなんですけどもそこで 車を運転して向かうっていうフラストレーションがね、残っちゃうってことは、その飛行機で行って用事を済まして飛行機で帰ってきた上に、自分の休日とかに車でドライブをしなくちゃいけないんで、コスパは悪いよねって話になるかもしれないですよね。だったら目的地に向かうのに飛行機じゃなくって、ドライブも兼ねて車で行って、その車でのドラマも楽しむってことやったら、仕事をしたはずなのに楽しかったみたいなね。いやー、俺の車結構乗り倒したよね、みたいなことになるかもしれませんよね。 全部コスパを優先してね何でもかんでも飛行機とか交通公共機関使ったら結局新しい車検が来たけどもなんか一回も乗らなかったよみたいになってね <laughs> 結果コスパ悪いのかなと思いますねはいじゃあそんなとこでコスパが最もいいのはここととを起こしたた後に自分の感情がどうなったかってことかなっっかかて思いますね人間は快楽を追求して一生を終えるんだと思いますよ うん、苦痛に耐えて、それによって、えー、なんかね、自己肯定感を得る人も、結果的に快楽を求めたってこともなりますし、何もせずに、のんびり過ごして、ああ、よかった、のんびりとした豊かな人生だった、それも快楽だと思いますね。いらっしゃい。